いろはちゃん、まだかな。いやちょっと寒いよ今日は。いろちゃん、寒いの？もう寒い、大丈夫？もう寒くて凍えそうだよ。特別なスープをあなたにあげる、あったかいんだから。あ、はい、いかがですか？暖かくなった寒そうな風にしないでもらっていいかな。暖かくなったかな、ちょっと。はい、というわけで今日も元気に白黒チャンネルのお時間です。なんかね、リクエストでね、最近クマムシさんの暖かいんだからが流行ってるっていうのでやってみました。やってみました。はいはい、黒猫のチューニーと黒猫のイロハです。はい、そんな感じで、はい、どうぞ。今日は何をやるんですか？羊のドリームフェスタ。おー、白猫ですね。はい、白猫のネムちゃん狙いのガチャをしたいと思います。はい、いろはちゃんが相当ネムちゃん欲しそうなので、ちゃちゃっとやってみたいと思います。出るかな、出るかな。今日の予報はわかんない。なんかなかなか、だって一人もまだ出た報告聞いてない。そう、ねむちゃん相当出ない。あ、でもねむちゃんの人いたよ、フォロワーさん。あ、出たって言った？ね、あ、出たっていうか、なんか、友情覚醒の画像を送ってきてくれた人がいるけど。どやー。どやー。相当出ないらしいですね、ねむちゃん。相当ね。なんか相当出ないってよく言ってる。でなんかみんな、なんかエルガルドさんだったとか、ソフィーさんだったって言ってるけど、ね、なんかカルカちゃんダブったみたいな、うん、教えてあげるわ。いるのかしら、教えてあげる。いろいろさん、とりあえずさ、行ってみていい？いいよ、行っちゃおう、行っちゃおう。行ってきます。行ってきます。行ったり出しちゃうやつ。いやー、ネムちゃん出ないからね、欲しいんだけど。今日オオカミさんスタートですね。オオカミさんスタートだね。今日オオカミさんスタート。行こう行こう。見せてみろ。いつもあれ、マウミズはミッションも猫ちゃんじゃない？あー。あれだった。七つの滞在のさ、オープニングだったよ。確か。マウミズはミッション。かっこいいよね。セブンなんちゃらみたいな。多分七つの滞在で作られた曲なんじゃないのかな。でも英語の歌詞が意外とわかんない。出た、猫ちゃん来た。ね、猫ちゃん来たよ。猫ちゃん。なんだっけ、なぜだ今、まあ、いっぱい遊ぼう。あ、かわいいね、猫ちゃん。かわいいね。オソだっけ、違う、違うかな。やっぱネタにされるイブニー、イブニーちゃん、いるか。妖精さー、私に任せろ、私に任せろ。星に続きだな。あのね、なんかやっぱさ、最初はさ、ガチャさ、うーんって引いてたのにさ、最近さ、分かるようになってきてさ、あれだよね、念がこもるようになってるんで、それね。って込めた。こうやって、いろはちゃんもね、最初とはね、成長してきてるからね。あ、もう。妖精さん。今日は妖精さんの日じゃないかな。今日は妖精さんの日じゃないかな。あと3体ぐらい出るんじゃないかな。出るよね。出るやね。猫さんじゃない、これ。猫さんに言うの？よろいさんかな。体のネムちゃんじゃない。よろいさんかな。あ！あー、あーお注射さん。お注射ね。この子が一番エロいよね。いや、お注射はいいかな、ちょっと私は。お注射ね。うん、お注射はちょっといいよね。ちょっといいかな。いやー、怖い怖い。ルシオさん、ルシオさん来たー。やっとの初の入るんじゃない今日。いやいやいや、いた、あの、オオカミさんも入る。オオカミさん入るんだ。入れてあげて。ちょっと獣ゾーンに入ってた。獣ゾーンで、猫と同じ系列だから、ね、猫縛りに入ってた。うん、獣もあんまり数がないんだけども、獣あと4回。しかもさっき来て、来てた。ちゃんと服着て。あー怖い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 。あー怖い。頑張って。ねむねむ。ねむねむ。あー、もうダメだこれ。ダメか。見てあげる。
これダメだね。ダメ？これダメだよ。ちょっと、もうすでにテンションだいぶ下がってきたよ。うにゃんにゃんにゃんしなくていいの。人には聞くんだけどさ、自分にはさ、あんまいち、ちょっと聞かないんじゃないかな。ちょっと、中二魔術かけて。私あれだよ。すごい全然出ないやつだけど大丈夫。うにゃ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 。出ますよ。絶対出ない。絶対出ない、これ。あー、出ない。ほら、出ないよ。これで出たらすごかったね。ね、読んでたら。ラスト、ラスト。ラスト。ラスト。もう、いやー、よいしょ。出るのなら出るまでやろう。怖いこと言って。白猫ガチャ。オオカミさんね。オオカミさん。お前の力、見せてみろ。うん。震える。震えるよ。もう寒いわ。ちょっと、あったかいんだからって。あったかいんだから。猫さん。くじつなす、うるわ。あなたに。あったかいんだからちょっとハマってきただいぶ詰まったまん中回ってるわー、ま、猫さん続きだよ。にゃんにゃん猫さんだよ、猫さんだよ。大丈夫怖いよー、ガチャ怖いよー。もう何回引いたのか分かんなくなっちゃったよ。ひろはちゃんのアカウントはね、神アカウント浮きガチャ神だよね。やっぱ、あれもあるんじゃないかな。あ、ももちゃん。ももちゃん、ももちゃん。はい。ももでーす。待ってたよ。かわいいね。ももちゃんさ、カラフルすぎてさ、一瞬さ、なんか来たんじゃないかって思う。思うね。でもなんか来た、違ったももちゃんだよ、ね、あんまり来ないんだよね、ももちゃんって。確かに。パンちゃん、ももちゃんもあんま来ない。あんま来ないから。あ、小麦ちゃん。小麦ちゃんね。ね、ちょっと、上がってきたよ。ちょっと金が出る、ちょっと出るようになってきた。うん、ちょっと出るようになってきた。こんだけー、あと1回？うん。あー、怖い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 。やっぱさー、白猫はさー、この銀からのさー、盛り上がりが欲しいよね。って思わない？こうさ、銀、金、銀が出た時点でさ、はいはい、銀ねってなっちゃうじゃん。やっぱさ、うん、いやここからのさー、もう一人降りてくるとかさ、そういうのがあるとさ、ね、盛り上がるよね。どうしますか？どうしますか？これ何日までやってんすかね？ 28か。なんか、あれじゃないですか？また今度、マンクラになってやりやりやんないですか？めっちゃ今度頑張ろうかな。今日は大丈夫、出る気がするなら。出る気がしない。はい、やめましょう、やめましょう。やめましょう。はい。怖い。だって見て、このメニューのとこにあるこのプレゼントの数。見せてあげる、見せてあげる。今日の成績。今日の、今日の成績。まあ、大体二次ルーンで。いいの、私だと二次ルーンね、5個ぐらいでさ、ミラさん4凸できるんですよ。できるから。この間さ、エドガルドさんさ、2凸 ?2 凸しちゃったからさ。すごいね、よくあったね。入るんいっぱいあるのかね。うん、だから、もう、空っぽだから空っぽだからいっぱいさ、今食べてるのか。そういうこと、そういうこと、そういうこと。いやー、しかしね、タウンがさ、ミッション制になったじゃないですか。うん、はいはいはい。あれでさ、結構さ、もらったじゃないですか。もらったもらった。瞬間で溶けた、ね。溶けた溶けた。溶けた溶けた。じゅわ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 って。あー、なくなったーみたいな。なくなった。そう、ほら、見て、この子。なんか見ちゃったよ、教えてあげる。こんなに愛してるのに。こんなに愛してるのにだよ。うん、いろはちゃんがね、声かけしたやつですね。なのにね、この見てこのざま。皆さん、ネムちゃん狙いのガチャも気をつけましょう。気をつけましょう。はい。じゃあそんな感じで、はい、今日もじゃんけんのお時間ですかね。うん、どちら言えて。はい。じゃあ今日も元気に、じゃあ私のか。うん。白黒じゃんけんのお時間だよ。白黒じゃんけん最初にゃん、じゃんけんぽい。お、グー、グーだよ。パンの皆さん、明日はいいことあるかもね。はい、そんな感じでツイッターやってます。あと白黒チャンネルでやってます。ぜひ登録お願いします。YouTube チャンネル登録、この辺の赤いボタン、この辺の赤いボタンで登録できます。まあ不定期なんですけども、ほぼほぼ毎日更新しておりますので、ほぼほぼぜひぜひ、そう、ほぼほぼね、まあ大体ね、
そんな感じですよ。ゆるゆるですけどね。はい、そんな感じでぜひ登録お願いします。はい。ではまた明日ねー。また明日。じゃああれですか。グダグダ会議のお時間ですか。グダグダ会議しようかな。そうですね。じゃあ何書いてますか。お名前の由来とかやってますか。名前の由来。はい。あ、そうですね。なんかフォロワーさんからね、質問コーナーをね、うん、作ってほしい。フォロワーさんとあと YouTube のコメントかもんかね、うん、質問コーナー作ってほしいっていうお声がありましたので、うん、一応ね、なんか YouTube のコメントでうっすら質問を受け付けて、うっすら答えられるものには答えていこうかなみたいな感じで大丈夫ですか、うん、はい。はい。で、うっすら。うっすらですよ。もう、あれ、2.5 次元だからさ、あんまり3次元のこと聞かれちゃうとね、困っちゃうね。そうそうそう。なんで、2.5 次元系の、アニメとかゲームとか、そういうのやらないな話は、ね、全然お答えしますよ。はい。で、いうわけで、そう、名前の由来ですね。ぶった切ったんですか編集で。そう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 。一番最初の方でさ、多分やってた気がするんだけどさ。そうそうそう私が、なんかチュニーさんがいろいろつないでる間に今機材トラブルが多かったんで、あ、そうそうだね、そうだね、なんかその時間がすごく長くて、うんうん、そのタイミングで私なんでチューニーさんはチューニーさんなんですかって聞いたよね。そうだっけ。聞いた聞いた。カットしたけど、カットしたね、はい、うん、つなげた。 NG だね。これ OK です。これ大丈夫、入る。なんでチューニーさんなんですかって、はいはい、ですね、チューニーさんは、まあ、ちょっとチューニー病的なところがありますので、チューニーさんにしようかな。あとほら、あんまりいないじゃないですか、チュニーさんっていうお名前自体がね、うん、だからチュニーさんってつけとけば、うん、まあ、みんな分かりやすいし、うん、探しやすいかなと思ってチュニーさんになってます。チュニー病のチュニーさん。チュニー病のチュニーさんです。じゃあいろはちゃんは。私はなんだろう、私いろいろ、まあ、絵描くのも好きですし、なんか物作ったりとかがすごく好きで、でなんかこういろはって彩る葉っぱって書くんですけど、うんうん、なんかそういろいろなんか色的にもね、いろんな色がその漢字の中から見えて、うん、いいなって思ったかな。なんかいろいろ案があったよね、多分ね。あったっけ。なんかいろいろ言ってなかったっけ。どれ言ってないよ多分その時は。さゆりちゃんとか葉月さんとか。そう、これ言っていいのかな。誕生日がそう8月なんです、私。なので、まあ、葉っぱの葉、夏っぽいあの葉っぱの葉とか入れたくて。そうだね。で、まあ、8月だし、葉月がいいかなとか、いろいろ考えてたけど、ピーンと来なかったんで。そうだね。うん。いろはって、いいなと思って。読めないってね。あずっとあやはちゃん、あやはちゃんって。あやさん、お前一緒って人で、みたいな。ひゃひゃひゃ。そう、8月ですね。なんか、色的に、うん、私の中では赤とかピンクとか黄色とか、うんうん、緑、青が見えるから、その、いろはっていう文字の名前、ね、名前の中に、いいなと思って、いろんなことを、彩っていきたいなと。あら、素敵なお話。そうなんですよ。そうそうそう、何気に自分の中で名前は大事ですから ね。大事ですね、うん、まあそんな感じですよ。まあそんな感じでしょ。以上。以上。 OK? OK かな。よくじゃないですか。 OK かな。いい、大丈夫、こんな感じ。チュニーさん12月までなんだよ。そうそうそう、ちなみに。ちなみに、ね。なんか言おうかと思ったんだけどさ。誕生日の時ね。あ、そう、誕生日なんだよね、今日とかさ、自分で言うのさ、ためらわれてさ、言わなかった。いや、なんかそう、私もこれは、そこの場所を突っ込んでいいのかな、突っ込んでない。誕生日だけどねって、そうそうそう。いうとこ、多分カットしたんだよね。そうだね。私が。うん、2.5 次元。まあ 2.5 だからさ、 0.5 ぐらいはさ、ね、いいね、入れてってもいい、入れてってもいいんじゃないですかと思って。はい、12月生まれと8月生まれです。まあ獅子座と狐座です。そうだね。そんな感じでやってます。じゃね、大丈夫かな。バイバイ。